無人島に一つだけ持っていくとすれば何ですか？無人島に持っていくとしたら、リアルに困るのって男の人は全然いいんですけど、女の人って女の子の時期が来るじゃないですか。その時に困るなぁと思って、ぜひナプキンを持っていきたいところですね。結構困ると思います。それは自分で自分のことを下品だなぁと反省したことはありますか？具体的に教えてください。下品だなっていうのは日々思ってるんですけども、下品ってなんか下ネタめっちゃ言うっていうよりかは、しんちゃん的な多分下品なんですよね。なんでなんかもうこの年になってもいつになっても、なんかこの先ずっとうんちとかっていう言葉がいつまでも面白いっていう感じですかね。多分なんか大人の女性の方とかってうんちとか言っても、は？みたいな感じで済ますと思うんですけど、私は大爆笑しちゃいますね。よくネタとかでも、その一物のネタとかあるじゃないですか。いや、好きですね、ああいうの。爆笑です。大きな一物をくださいと男は願うものですが、女子的にはどういった一物が一番理想ですか？あ、一物ね。これはまあ、男性の人ってやっぱり大きい方がいいみたいな、優秀みたいなのありますよね。実際でも、普通が一番って思いますね。小さい分にも問題はないと思います。大きい方がいいっていう女性もそれはいるとは思うんですけど、私個人的な意見としては、全然ちっちゃくてもいいし、むしろでかい方がちょっと痛いんで、小さいから普通ぐらいがいいと思います。はい。大きい一物やっぱり欲しいもんなんでしょうね。全然なくても大丈夫だと私は思いますね。あと、ね、長すぎるのも普通がいいです。まあ、短くても別にそんな問題はないと思うんですけども。大きすぎる、長すぎるっていうのが、じゃない方がいいと思います。はい。